大丈夫ですか、健太さん。大丈夫か。大丈夫ですか。申し訳ないです。このホームページちらっと見たんですけど、結構手広く打って。おー、綺麗だ。ケムさんってもう、ケムさん。事故が結構過労働、まあ、自分の口から言えないですけど、これ何ですかね、過重労働出たからドンってなって、勝手に出たらいいからちゃうんか。いやいや、後ろ車にこれ出てるそうです。うちのリスナーに入って、はい、まあなんか生産の仕事もやらせてもらって、はい、あ、もうやってるんですか。そうです。まあ、結構ね、ホームページちらっと見たんですけど、結構手広くやってますね。そんな感じで、ね、おかしな感じでちょっと作らせてもらったんですけど、はい、いいですね、全然おかしい。まあ、小林社長の方もなんかちょっと小林さんの方がおかしいですね。ごめんなさいますインスタをもともと彼女に始めてもらって、はい、これがインスタして TikTok、はい、で YouTube はもうほぼあんまり今してない。 TikTok を結構やると結構やると。あ、まだですか。まあでも、お仕事それがありがとうございます。マスク取ってくださいよ。おー、綺麗だ。ちょっと、ケムさんと思ってた。ケムさん。なんだよ、なんだよ。え、今度いいのか。何を気をつけてるんですか。それ僕らは逆に勉強したらいい。こちらこそ、仕事はもう本当に肩書くと、でも服もなんかやってるって聞いたんですよ。そうなんです。服すごい興味あって。あ、そうだ、今ファイトルでしてるのが。あ、そうなんですけど。もういいっすよ、なんか水道水でいいっすよ。ちょっと、髪で入れてみたら。ぶっちゃけ売れ行きはどうなんですか。いや、まあ普通ぐらいですかね。まあでもこのセットアップでから、これの会社はもう全部なくなって。完売。完売。あの、はい、メンズは、ストレッチの効いた。はい、行ってきます、はい、今日6時帰ってくるんで今日カレーがいいから今、ほんと、ちょっと、ふんって鼻で笑ってました。それって、まあ、ストレッチ効いた感じで、あ、ストレッチ効いてる、ほんとに、あ、これはすごい、見とって、いいっすかね、ちょっと引っ張って、これいいよね、大丈夫です。うん、これ、もう一個かっこいいな、色もいい感じで、もう本当に、皆さん、本当になんか洗練がどうとかじゃなくて、普通に売るために袋ショップの宣伝って どこでやるんですか。インスタとかにリンク貼ってましたけど、 それのみでやるんですか。そういう集客まかないというのは、そのどっちかというとその商売というか趣味程度なんですよね、うん、まあ、ちょっとアパレル本気でやってほしいので申し訳ないです。もう20分あと10分で30分またすぐか。すみません、車を売るっていう話前言ってたやつ、もう売ろうかな、はいはい、車屋さんにちょっと店に行くんですけど、ほんまに、あ、そうだな、はい、NG うちはなしです、ね、それがまた改善案になるから、時間がやばいんです。すいませんけど。あ、インスタ、TikTok もうやってます。やってるんですね、はい、インスタ、TikTok、 YouTube はちょこっとしか、YouTube はちょこっと、またそちらの方も見てください。よろしくお願いします。せーの、まだねー。なんか緊張しちゃうわ。こっち二人が緊張して、しかも降りてこないってやばくない。めっちゃ痛い死ぬんですけど。どうしたの、奇跡や。顔掘られた。大丈夫ですか、危ないです。大丈夫ですか、健太さん。大丈夫ですか。大丈夫ですか。申し訳ないです。警察に電話した方がいいのか。あ、間に合わんじゃん。ハザード焚いた方がいいんじゃない、これ。ハザード。ちょっと警察に電話する。今どうしますか。結構な処分だもん。ごめんなさい、今事故しちゃったんですけど、別に誰か血が出てるとかはないです。痛みとかがちょっと今まだ全員把握ができてないんです。どっか誰か痛いとか、なんか首が痛い人とかちらほらいるかもしれないですね。急に後ろからぶつかられて、いや、わーわー、ドーンって言いましたよね。ガシャンって言ったそう。お客さんたちかわいそうですよね。客さんたちが、ハードカードですね、黒色の。気をつけてください。多分時間かかりますよ。警察呼んで事故届きしながらね。そうですね、バスの
方が、なんか赤信号止まってたら急にバスの方にぶつかられたって感じです。どうするんですか、どうするどうするんですか、はい、かまぼられました。じゃあ本当にまあまあ、しかも僕の後ろの席座っとって、今あれモニターじゃないですか、なんか出ら近づいてきるけど大丈夫か、ドガーってなったんで、俺見とったんだ、あそこちょうどミラー、なんか結構いい音してましたよね、ドガーって言われましたよね。だけど今の車すごいな、全然へこまないしね。いやいや、お互い平らだもんね。あ、そういうこと、結構衝撃来たよな、バカってきたよな。警察来るの？警察来るけど、バスとか安全な場所に移動させてくださいって言われて。警察に？うん。めっちゃへこんでますもんね、普通によくニュースでやっとるやつだよ。しかもバスってびっくりじゃないですか。でもなんかちょっと行動も遅かったよね、ぶつかってからの。はぶつかってから行動もちょっと遅かったもんね、降りてくるまでの、ドアが開くまでとかも。多分首ですよね、こんなカモおったら10-0っすかね、また100パー組ですよね。全然へこんではない、全然へこんでない、まあでもこういうとこちょっとへこんでるか、何かがへこんだの、ナンバーがへこんだのは違うんですか、ナンバーがそうですよね、どこに行こうって言ったらね。本当にな、一回止まっとんって動き出したどん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 。運転手さん、気を失ったの、居眠り運転、一回止まってからぶつかったんですか、一回停止して、ちょっと寝落ちたら、あったかいし、気持ちいいから。でもこれ、下手したら首じゃないですか、でしょ、自分が初めてなんですけど、え、自分が初めてなんですけど、会社として結構続いてた、事故が追突が、本当ですか、みんな結構、過労働、自分の口から言えないですけど、これ なんですかね、過重労働、会社が結構厳しいんだ、自分からはあんま聞けないですよ、いえいえ、もうそのあ、ね、こっちも迷惑かけてちゃんと言わんとあれじゃないですか。だって居眠りって相当でしょ。そうです、ね、どっちの方がいいんですか、パンパンにやっぱ工程が入りすぎて、柔軟に違法労働みたいになっちゃった残業が多いとか、そうです、ね、毎日何年金なんですか、13連勤とかある朝から夜中も、朝から夜中でもこんな夜走らんでしょ、まあ、10時、11時何時間、15時間とか、自分は朝今日自分5時から、朝5時から運転してるの、そうそう、5時今日、まあ、そんな言い訳分かんないですよ、ほんで何時まで運転するんですか、昨日出ますけど10時、夜の10時、今時は大丈夫ですか、バスの方の運転手さんは、車検証免許証2番目に出してください。あ、もしもし、運転手さんの小林と申しますけど、もうちょっと前出した方がいいですか、車、アルフォードの写真撮らせてもらいます、もしもし、はい、ちょっと今日間に合わんな、運転手さんがまた免許証を取ってくるんですか、見守ってくれてたんですか、あちらから。帰るなぁ思って見てたら、まさかの、だって走ってきてくれましたもんね。もちろん回さなかった。本当に、もうだってみんな携帯こうやって走られて。携帯みんなこうやっても走ってきたからね。そもそもあの女性社員の方と。俺らくつかなかったら、どう止めちゃってもね。ちょ、笑ってる。それか、歩道歩いてる人にね。無駄ばっかりだね。ほら、ここで間違いないですね。ここ立っていただいて。実際テレビさんとぶつかった場所。どういうこんなんやですか、事故ったらこんなんやですか、指さしてこうやって、あ、そうなんですか、もう会社辞めるって言ってますもんね。もうやばいです、会社のまま
結婚もしてるから多分家族いるのにこれから無職っすよこの人。冗談抜け痛いねこれ。いや私もここめっちゃ痛い。でなんかバスだけど軽い衝撃だけどまあまあ衝撃だし、ボーンってなりましたよ。だって震度6やった。じゃあ震度6どこじゃん。ボーンってなりましたよ。ありがとうございます。尾形でございます。すみません。お体。どうですか。お怪我の方ございません。どちら。腰が。腰が。肩首。すごい衝撃ですよ。乗務員の上司と申します。あと、何名乗られてるの。4人ですね。うちらは連絡先とか知りたいんですか。連絡先私のでいいですか。運転手さんぶつかった時って、はい、どうでしたかね。ドーンって後ろから押されたと思うんですけど、ちょっと車ってやっぱ進む、はい、いや車は僕ブレーキ踏んでた。そんな動かなかったですよ、うん、まあ50センチぐらい、まあ1メートルは動かないぐらいかなっていうので。寝ちゃった。一旦止まって出たからドンってなって、初めてなら言うたらちゃうんか。いやいや一回止まったやつが。いやこちらはちょうどここにおったんですよ。喋ってください。違いますよ。でもちゃんとしましたよ。挨拶はやっちゃった。ちょっと僕今日今携帯を忘れとってタクシーに昨日忘れちゃって。もっと言わない。危ない言い方はないよね。他の人は言われてます。あ、自分はあんま言われてない。あ、自分初めて。でも本当にやめる。いやいや、しょうがない。まあ、居眠りだし、人間であるね。そんだけ十何時間かかる。十何年とかするんですよ。誰病院の声はもう受けるつもりです。あ、わかりました。もういいですね、若干。連絡先の交換 OK だよ。はい。こうしたらもう OK だよ。わかりました。ありがとうございます。はい。はい。晴れてるね。綺麗で。ありがとうございます。ありがとうございます。お先です。すいません。またぶつけられたら分かりますよ。ありがとうございます。最後締めてください。はい、主人さん、もうバラバラにしたらあかんけど急すぎてびっくりした。そうそう、でも怪我もなく事故もなかったらよかったよな。アイドリングで進んできたって感じでしょ。そうそうそう、でゴバーンできたで、ね、でも俺らは車なかったから。やっぱ危ない、危ないんだよね。あの大きいからへこみもちょっとあったもん。衝撃と仕事だって1時間1時間弱ですね。1時間弱だな。これでちょっと27ポイント1年まで行けず、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします、はい、せーの、また見てね。なんかケンタさんのこれ違和感でしかないからね。